パラアスリートさんできることだったりとか、パラスポーツの力とか。障害者スポーツだからっていう目線じゃなくて、一緒にやってみるっていうのが大事かな。すごい。この筋肉で上げる。綺麗に上がる。ああ、上がるね、うん。もうちょっと背中反ると思って上がりますよ。はい、あ、そう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 。そう、すごいここに開くようにして。はい。もうちょっと重くても。もうちょっと重くしようかじゃあ。上がり。スーツをして。いけますね。ああ、いけるぜ。立派なもんです。押す。今年とか結構コロナ禍でアスリートの方とかもすごくなんだろう、モチベーションを保つのが大変だったりとか、そういう年だったと思うんですけど、そういう時どうやって保つんですか？基本的には、はい、家にこのベンチでこのままのやつあるんですよ。あるんですか？で、できるからいいんですけど、はい、ちょうど今年ね、はい、緊急事態宣言が出ていろんなとこ閉まってた時期って、はい、僕は大胸筋の肉離れを起こしてて、はい、練習もまともにできなかったんで、はい、まあ、ちょうどいいオフかなぐらいの感じで。なるほど、ポジティブにそれも捉えて、うんうんうん、そうオンオフがすごく、すごく大変なことだと思うからこそ、なんかもう頑張れないって思っちゃったりしないのかなっていうのは、もう本当に好きなことなんで、頑張るとか頑張らないとか、はい、そういう世界でもないかな。あ、これはいや、なんか人にやらされてれば、はい、頑張らなきゃいけないとかっていう感じじゃないですか、うん、はい、だけどこれもう自分で好きでやってるんで、はい、そっか、飯食うのと同じ感覚ですよね。胸から上だけ、で、腹筋も背筋もつかない、みぞおちより、はい、ここのあたりより上だけ、はい、そっか、ここだけで頑張るっていうのは本当に通じゃちょっとなかなか難しいことだと思うんですけど、筋肉はどこにいっぱいついてるんですか？ここ外側、え、すごい腕、え、ちょっと、え、触ってもいいですよ。ちょっといいですか？すごい。この筋肉で上げるんですよ、基本的には最後。あったかい。え、ここ、ここ。すごいですね。でもここにも結構あります。ここ、ここも普通ないです。なんか頑張り続けるのって大変だなって、私アイドル11年やってるんですけど、続けるのが何事も一番大変だなっていうのをすごく思っているので、頑張り続けるのはやめて、楽しみ続けたらいいと思いますよ。そうするとね、できるのが楽です。今日はなんかそれを教えてもらった感じがします。やっぱり世の中仕事やってる人とかも、頑張り続けなきゃって思ってる人ってやっぱり多いと思うんですけど、なんか王道さんの言葉からは楽しむって大事だなって、私もそれ大事だなって思っててもなかなか忘れがちだったりとかするので、なんか楽しむために努力しなきゃなっていうのはすごい今日改めて気づかされました。
試合がね、一番楽しいんで、僕らは試合が一番楽しいんだった、うん、だって練習した結果が半年、3ヶ月とか半年とかね、はい、練習した結果がその日に出せるわけじゃないですか、はい、でいい結果が出たらやっぱ楽しいじゃないですか、はい、うん、プレッシャーはないんですか。ないですね。ない、うん、ドキドキ、ドキドキはワクワク、ドキドキとかしないですね。楽しい、あのドキドキはするけど、はい、うん、緊張してとかいうの絶対ないです、ね、へえ。普通ね、本番前だったらなんかうまくいかなかったらどうしようとか、そんなこと考えちゃダメです。考えてもどうしようもないことは考えないですひたすら前向き無駄じゃないですか、できないんで。そうですね、恐怖とか、うんうん、確かにそれにとらわれちゃうと、はい、普段のことができなくなっちゃって、うん、やっぱり今年、うん、暗い話題とかが多かったと思うんですけれども、このパラアスリートさんができることだったりとか、パラスポーツの力とか、パラスポーツの魅力だったりとか、パラアスリートができることだったり、うん、今思うことなど聞かせてもらってもいいですか。今できることって、はい、なかなかね、難しいっちゃ難しいんだけど、うん、自分でできることを最大限に準備しておくことかなって。準備しておく、うん、で来年、ね、オリンピック・パラリンピック開催されたときに、はい、自分が出場して全力でいい結果を出せて、でそれをみんなに見てもらって、みんなが盛り上がってくれるための準備をしておくのが、うん、今僕らのできることかな、うん、こういう状況だからって一切腐ってる時間ってないんで、はい、うん、何にしろ自分のできることっていうのを探して最大限に楽しんでいかないと、来年みんなに楽しんでねっていうことができないんで、俺を見て楽しんでっていうためには、はい、うん、今を自分が全力で楽しんでその結果を出していかないと、はい、うん、なんかなって思いますね、うん、答えになってる、はい、ありがとうございます、うん、私も一緒に楽しませてください。ぜひぜひ本当に今日前向く力とかいっぱいいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。